ども、元清掃機器メーカーでお仕事してた私がですね、いい機械だったり、清掃方法をご提案させていただくチャンネルとなっております。今日ご紹介させていただくのが、ケルヒャーさんの高圧洗浄機になるんですけれども、その中でも特に人気がある、こちらの JKT サイレントっていう機械を紹介します。これは、JKT って書いてるモデルって基本的にジャパネット高田の専用モデルになるんですけれども、その中でも、めちゃくちゃ人気あるモデルです。で、ケルヒャーさんの高圧洗浄機の人気モデルって常にね、上位1、2に K2 サイレントっていうのが食い込んでるんですけれども、それの、もう中身は基本一緒のオリジナル版になるんですよね。なので、めちゃくちゃおすすめの機械なんですよ、これ。で、今日はですね、これちょっと動かしてみて、まあ、どれくらいのスペックなのかっていうところを解説していこうと思いますので、ぜひお楽しみください。はい、じゃあですね、今日はサクサクっと紹介していこうと思います。まずですね、重さが、まあ、ここに書いてある通りの重さなんですけれども、もう全然ですね、片手でひょいって持てるぐらいです。女性だとちょっと重たいって思うぐらいかなって感じです。まあ、ただ基本的にこれ置いて使うので、特に問題ないかなと思います。で、ここ水道の、付け根があるので、で、これをカチッとつけます。です。まずこちらですね。これで水道のお水を確保して、次が高圧ホース。基本的に高圧ホースがいります。高圧洗浄機。で、付属してるので、これをサクッと差し込んで接続します。はい、こんな感じですね。はい。で、こっちの先端を、これ10メートルありますね。すごい長いです。で、ですね、ガン。の、このガンは、ここのパッキンをですね、まず、引きます。そして、差し込みます。その後に、かしめる。これで OK。で、ですね、ランスが2個あります。で、もうこれすごい基本的なところなんですけれども、バリオスプレーランスっていうのは出しながら圧力をこう調整できるんですよね。で、こっちがスタンダードな方です。つけるときはグッと押し込んで、ねじる。以上。で、もう一個あるのがサイクロンジェットノズルっていうすごい強力なやつです。後で使い方をお見せします。じゃあですね、これで接続 OK なのでコンセントつなげて、ちょっと早速出していこうと思います。はい、じゃあですね、これサイレントモデルなので早速自慢のですね、静かさを体験していただこうと思います。じゃあ行きます。めちゃめちゃ静か。はい、でこれ今いっぱいになるとですね、ピシュッと止まるんですけど、音はね、やっぱすっごい静か。倍までいかないですけど、でもなんか感じ方だと倍ぐらいうるさいかもしれないですね、普通のモデルだとっていう感じです。じゃあちょっとですね、早速洗浄していこうと思います。じゃあ早速出していこうと思います。いきます。うん、強いんですよね。で、さっき言ったバリオステルスプレーランスの特徴で、ここで調整できます。わかりますかね、散水。本当になんか水やりぐらいのでも使えるぐらい、もう触っても全然痛くないんですけど、まあこれにするとすごい。で、これなんですけど、基本的になんですが、当てる場所、例えば塗装が剥げてる場所だったり、錆びてる場所に直接これ、ハイパワーで当てると、壊れちゃう可能性があるので、そういうところ当てるときは、こう、ちょっと弱めて当てたりとかってされた方がいいと思うんですね。で、音聞いてもらえばわかると思うんですけど、やっぱ静かですね。じゃあ、ここの木当ててきますので、どれくらい洗浄できるかっていうのをご覧ください。いきます。結構落ちてるの分かりますかね。うん、ここの部分が結構ね、がっつり落ちてるんですよ。隣も行きますよ。ほら、うん。で、次なんですけど、サイクロンでこういうところ試すと面白いんで、ちょっと見てください。でしたでしょうか。まあサイレントモデルは今までも散々紹介はしてきたんですけれども、このジャパネット高田専用モデル初めての紹介だったので、今まあサクッとまあどれくらいの洗浄効果なのかとか、ご紹介はさせていただきました。で、やっぱりね、水圧すごい強いと思います。サイクロン出した瞬間にガーッと木が軽くえぐれるぐらいの清掃効果があったので、やっぱいいと思いますね。あとなんですけれども、やっぱりね、
音が静かですごくいいので、集合住宅にお住まいの方に特におすすめのモデルです。使用できる場所は、意外とお風呂で使えるんですよね、高圧洗浄機って。なんだろう、カビ取りとか、漂白剤撒いた後にバーって洗い流したりとかっていうので、すごくね、衛生的に使えてよかったり、あともちろん洗車でも、高圧洗浄機もそこそこ長いので、お使いいただけますし、しかも洗車の清掃能力も強いですね。ベランダ、玄関、軒先とかも、幅広く使えるので、非常にいい機械だと思います。で、なんだろう、高圧洗浄機今まで使ったことない方に関しては、迷うんだったらもうこれ買っとけば間違いないと思います。めちゃくちゃいい機械なので、K2 サイレントか、ジャパネットから買うんだったらこっちの JKT サイレントで、ジャパネットさんって結構付属コロコロ変わることがあるので、これついてますっていうのは難しいんですけれども、今見た感じだとホースもついてますね。水道ホースで、ケルヒャーで気をつけないといけないのが、水道ホースついてないモデル結構多いので、そこ確認してから買われた方がいいと思います。これは水道ホースはついてました。ただ買う前にはチェックしてください。はい、以上です。はい、ではですね、この動画参考になったなって方はいいね、チャンネル登録よろしくお願いいたします。今日はすごい簡単な感じだったんですけど、次回ね、比較の動画とかいろいろやらせていただこうと思いますので、またお楽しみください。じゃあまた。